皆さん、おはようございます。なんとリップル XRP が米国の世界最大のデジタル資産運用会社のファンドに復活しました。暗号資産運用会社グレイスケールは自社のデジタル大型株ファンドに XRP を再追加した。 XRP は現在グレイスケールデジタルラージキャップファンドの評価額の 2.54% を占め、4番目に大きな構成要素となっている。 XRP はファンドの時価総額の 2.54% を保有するようになりました。これによりビットコイン、イーサリアム、ソラナに次いで4番目に大きなコンポーネントになります。このファンドは3億7840万ドルの資産を運用しており、グレイスケールの3番目に大きな投資商品です。こちらはグレイスケールが米国証券取引委員会 SEC に提出した書類です。一部抜粋して紹介します。 SEC は XRP は有価証券ではないという地方裁判所の評決に対する中間控訴を求めたが、この控訴は2023年10月に地方裁判所によって却下された。裁判所の決定を受けて主要なデジタル資産取引プラットフォームは XRP を証券取引所に再び上場すると発表した。このデジタル資産はどれだけ長く存在しているか、どれだけ広く保有されているか、その時価総額がどれだけ大きいかなどの要因が証明されている。最終的には SEC または裁判所がそれを有価証券と認定するかどうかには関係がない可能性があります。その結果、XRP はグレースケールデジタルラージキャップファンドインデックスの包含基準を満たしたので新たに追加します。このことは世界最大のデジタル資産運用会社のファンドの3番目に大きな投資商品にリップル XRP が組み込まれたということになります。将来の価格は誰にも分かりませんが、グレースケールはリップル XRP を再評価しました。とは言ったものの、過去7日間のビットコインと比較したパフォーマンスでは見劣りしています。ビットコインと同じ伸び率になれば88円ほどになります。こちらは日足のチャートです。下降トレンドは継続しています。このまま弱気が続けば 0.5 ドルも覚悟しておいた方がいいかもしれません。今回はリップル XRP が米国の世界最大のデジタル資産運用会社のファンドに復活を紹介しました。少しでも参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。